smiles around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down, cause honestly don't wanna be. 皆さん、こんにちは。本日は、はい、鳥取県境港市に来ております。鳥取県です。あれ、引っ越したのかって家に住み始めたのか、背景がね、あたりは面白いんですけど、はい、お知り合いの関係で、うん、あの今回は宿泊をさせていただきました、はい、たまたまね、本当に直前でオーナーさんとお知り合いになるきっかけがあって、そう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 、すっごい優しい方で、はい、ご縁があってね、鳥取来て境港来るならうちの宿泊まっていけばって、うんうんうん、一声神の一声をいただいて、ありがとうございます。2泊も止めさせて、はい、また3泊でも4泊でもずっといいよって言ってくださったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと先を急ぐ身というのもあって、ね、2泊もさせていただきました、はい、ありがとうございました。した本当にすっごい素敵な、めちゃくちゃ快適宿で、結構古民家、うん、古民家改装したゲストハウスなのかな、ね、なのでなんか結構和風の作りがあって、うん、でその中にちょっと西洋が入ってるような感じ、はい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 、でめっちゃおしゃれだし、なんか落ち着くよね。久しぶりに2人で過ごしてるよね。2人で静かに暮らすっていうのがすごく久しぶりだったね。懐かしかった。いいなーってなって、いいなーってなって、こんなトイレも外に行かずに行けるんだって思いながら、はいはい、ちょっと楽しい2泊3日を過ごしておりました、うん、はい。で今日からは、はい、あの最終日鳥取になるんですけども、うん、今から境港散策を行きたいと思います、はい、で境港市ってゲゲゲの鬼太郎の聖地で、水木しげるさんの、そうそうそう、ロードが生まれた場所なのかな、そうあったりとか、あと海産物がすごく美味しいっていうのを、海産物が、はい、聞いてるので、はいはいはい、今日は食べに行って、ちょっと有名なところとか、うん、ちょっと島根も本当に橋を渡ってすぐの、もう目の前にあるよね、海を渡ったら、うん、本当はバーサンチライフ島根は飛ばすつもりだったんですけど、先送りにするつもりだったんですけど、ちょっとね近すぎるということで、うん、島根観光もねそのちのちしていこうかなと思っております、はい、では行ってきます。行きます。今からは、はい、まず海鮮を食べに行きたいなと思っているので、早速お昼ご飯です。そうです、もうなんだかんだお昼なので、はい、お昼ご飯で鳩ノ場三幸丸っていうところに行きたいなと思います、うん、はい、なんかそこは海鮮とかを直接売ってて、販売してて、うんうん、そこで焼いて食べられるらしい。定食とかもなんかあるっぽいけど、テイクアウトもできる。できる、うん、カニオブジェがありました。どういう意見？
もさ、この牡蠣のサイズ感すごすぎる、バカでかい。結構美味しかったし、カニが、うん、でも定食とかがすごい人気っぽかったから、そうそうそう、みんなそっち頼んでたよな。ちょっと次はね、機会があれば定食とかを食べたいなと思います。はいはいはい、次にちょっと北のロードに、水木しげるロード、そう、行ってきます。すぐ近く歩いて行けるから、うん、本当にすぐ見たい。なんかおるな、ジーニー、ジーニーじゃない、色だけ、だって体の格好もいい、牙すごい、うん、おはぐろ、こっからかな、こっからだ、あ、すごい、北郎の、見て、お飯巻き用だって一本で歩くの、すごい。これはどういう人、なんだどういう人、これよくやってくる、みんなが目ん玉、うん、うわ、びっくりした、あ、びっくりした、マネキンだすまん、3分ほど待ってくれ、3分ほどって書いてるわなんで何さんビビってる、ちょっと怖いなんでちゃんと、ちゃんとした団子なんや、うん、すごい、目ん玉、うん、やっとんな、早速だいぶ離れてるな、目あ、そっくり、そっくりよ、こんなキジジ発見、もないらしいよ、休んでる人がいる、おー、すごいすごい、急になんか世界観が、うん、出てきた、わ、いるじゃん、なんかちっちゃいのがちょこ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 、すごいね、夜は夜で雰囲気が一気にライトアップされた、すげえ、ここは水木しげる記念館ね、
が書いてある。すごいね。神社、うん、なんかちょっとだけイルミネーションしてる。